バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、この、グローバルマーケティングの基本、去年私が日本実業出版から出した本ですが、この本の解説をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。で、今日は 3-5 の131ページ、 3C 分析でファクトを把握するという章についてお話をしていきます。実はね、このページは、3C 分析と 4P 分析を組み合わせていかにその戦略を描いていくかという解説をしているページなんですけど、タイトルがね、 3C 分析でファクトを把握するっていう風になってるんですけどね、これちょっと改訂の時に変えようと思うんですけど、 3C 分析でファクトを把握し、 4P 分析で他者と比較するっていう、これが非常に重要で、 3C は事実の把握、 4P は他者との比較っていう、このコンビネーションが非常に重要ですよという話なんですが、それについてお話をしていきたいと思います。はい、でスライドお願いします。このスライドの通り1と2があって、 3C 分析と 4P 分析があると。で、 3C 分析が何なのということ、 4P 分析が何なのということ、詳しくはですね、もうググってもらえればパッと出てくるので、それを読んでもらって、で、3C 分析ってカンパニー、カスタマー、コンペティター、簡単に説明すると自社と市場と競合を可視化するっていうことなんですよね。で、可視化するっていうことは、つまりはそのバイアスのかかっていない事実を客観的に捉えるっていうこと で、特にその市場も自分が見たい市場を映し出すんではなくて、本当に現実的な市場を客観的に見る。で、結構その自分たちで調査をするとですね、自分たちの描きたい方向にこう事実がその着色されていくっていうケースが見られるので、どれだけ客観的に見れるかっていうことはすごく重要で、もう本当にフラットに、逆にそのなんか自分たちが見たくない方向にこう持っていくっていうこともダメで、本当にフラットに見るっていうことはすごく重要で、で競合もしっかりと見ていく。で、この競合に関しては基本的にその自社でどうこうなる話じゃないですよね。市場っていうのはいわゆるマクロ調査、マクロデータをベースに見ていくということなので、言ったら公的機関とか国やシンクタンクがある程度データを公開してたり、それからまたそういうデータを販売しているところからデータを買うということはできるんですけど、この競合調査だけはですね、その自分たちの営業が現場で掴んでくるような競合調査なんて競合調査とは言えないので、やっぱりその産業系の調査になってくるし、持ち屋持ち屋であって、そういう調査を得意としている会社、我々の宣伝をしているわけじゃないですけども、我々のような会社にやっぱり委託をするっていうことをやらないと、なかなか本当にその必要な競合情報っていうのは入ってこないので。競合調査、競合を客観的に見ると。で、特にその競合の競争力をベースにどうやって自分たちの競争力を上げていこうかと。で、これが市場でぶつかって初めて勝てるわけなので、自社と競合とこう見ていくわけですけども、で、これが市場で戦った時にどうなるかっていう、この客観視がすごい重要で、で、日本企業っていうのはなかなかこの競合を見るっていうところが弱いというか下手で、対前年比と戦うみたいなね、自分たちの対前年比 110%、115% チャレンジで頑張ろうみたいな話でこう進んでいくケースが多いんですけど、そうじゃなくて、競合が100やってるんだったら自分たち110やらないといけない、じゃあ競合何やってるのっていうところを可視化していくから、初めてその戦略に役立つ情報になるわけ で、この 3C 分析っていうのはまさにこの3つのポイントをのファクトをつかむ、事実をつかむ、客観視するっていうことはすごく重要で、一方で 4P 分析というのはプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションの4つの P、 マーケティングミックスを組み立てていくということになるわけなんですけども、
ここはまあ 4P というものをまあ 4C という観点で考えていく、 4C ググってください、スッと出てくるので、 4P があの作り手側の観点の、マーケティングミックスだとすると、4C というのは買い手側から見たあのものなので、どちらかというと 4C の、 あの観点で考えていかないといけない。でこの 4P とか 4C というものを競合と比べた時にどうなのと、日本企業のその 4P っていうのは基本的にはそのもう自分たちの商品があって日本で実績出てて、でこれをベースに、このプロダクト、最初の P のプロダクト、これをベースにアジア新興国なんで若干安くするけども、またプレイスも本当にその重要な、例えば消費財だったら伝統小売が重要なんだけど、伝統小売みたいな汚いところはまあ重要なのは分かってるんだけど、後回しで近代小売中心 でプロモーションができれば実績が出るまでかけたくないみたいなんですね、そういう、まあ、いわゆる製品ありきの 4P があの組み立てられるので、まあなんかその 4P ありきでターゲットみたいな話になってしまって、それだとその新興国で最も重要な中間層みたいな、ね、B2C だったら中間層だし、 B2B だったらローカル企業だし、そういうところになかなかこう当てていけなくなるので、これはもうやっぱり競合と比較する、競合と比較してプロダクトどうなの、競合と比較してプライスどうなの、競合と比較してプレイス販売チャンネルどうなの、競合と比較してプロモーションどうなのっていうことをやっていくとですね、もう数値で競合との差異が分かってくる。でこの差異を埋めるっていうことがマーケットシェアを上げる、売り上げを上げるっていうことなので、この 3C を客観的にファクトの把握をして、 4P、4C で競合と比較するっていうことを、まあ、しっかりやると、非常にその現実味を帯びた戦略が出来上がるということに、つながります。でここを正しくやれてるのにその戦略が間違ってるなんてことは、まあ、まずありえないので、日本企業の戦略がこういまいち売上につながらない、シェアにつながらないっていうのは、まさにこの 3C とか 4P の分析がやってるんだけども、そのやり方がまずいっていうところ、そこをもう一回こうやり直すとですね、しっかりとしたものが出来上がると思いますので、ぜひ皆さん、今日お話ししたポイントを気をつけてもう一回やり直してみてください。はい、それでは今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。